選手の活躍を期待するサポーターたちの声援がこのスタジアムを覆い尽くしています。この時間は横浜 F マリノス対横浜 FC、 こちらの一戦をお楽しみいただきます。こちら今日の昼間の天候は晴れです。予報通りすっきりとした空の下デーゲームが行われます。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤豪さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。この素晴らしいスタジアムは徐々に熱気を増してきています。このゲームは 4-3-3 のシステムで今日来ているんですが、北澤さん。そうですね、まあ、どこからでも攻撃の起点を作れるということですよね、はい、やっぱりサイドバックもしっかり相手のサイドバックもマークをしなければいけなくなる。そこにドリブルとかやっぱり上手い選手がそこに配置されているので、はい、まあ、サイドからセンターから起点を作って得点の機会を作りたいということですよね。かなり積極的な布陣と見てもいいんでしょうか。まあ、どちらかというと攻撃的な布陣になってますよね、はい、でそこからどういうふうにその攻守のバランスを取っていくのか、どういうふうにこれはゲームを見ていけばいいんでしょうか。まあ、4-3-3 の中盤の3ですよね、このインテリオールがやはり中盤、そしてまたディフェンスとのつなぎ役目になれるので、うん、ここが機能しないとそのツリーラインということは保てなくなりますから、はい、やっぱり中盤が大事になってきますよね、うん、前半ゲームはスタートしています。横浜 F マリノス対横浜 FC、 立ち上がりですよね。アンデルソン・ロバース、スルーパスからのチャンスでしたが、これは決まりませんでした。駆け出し、そして最後のコントロールギリギリまで見てましたよね。ポスト左をかすめていきました。キーパーから前線へ、スペースにいいボール出たんですけどね。松原、木田へ、水沼からこのフィードパス、これはどうだ、シュート、中村、危ないところでしたがなんとか切り抜けます。さあここでカウンター、裏へのスルーパス、いい形ですよ。フリーで受ける、いけるか、さあ勝負、いやここはいいプレスで奪います。いやよくこれ守りましたよね、気迫を感じましたね。アンデルソン・ロペス、ペースを狙う、松原からアンデルソン・ロペス、いいボールだ、裏を狙う、シュート、スルーパスにうまく反応してシュートまで持っていきました。いや、シュートの前のパスなんですけどもね、ディフェンダーにとって嫌な位置にボールを落とす、クレバーなプレーだったと思いますね。決定的とも言えるチャンスのシーンがありました。コーナーキックです。ボールが上がる、これを拾いたい横浜 FC。 まだこの前半スコアに動きは見られません。上げてくる、このクリアボール拾いたい、どうだ、どうする、一旦前を取る、さあ左へ預けて、ウイベルからクロスボール、横浜はあわやというシーンでしたが、ここはしのぎます。ここで丁寧にコントロール、アーチのようなパス、渡ればチャンスですが、うまく噛み合いませんでした。大きく前線へ、ここは対応します。さあ一気にカウンター、スルーパスを狙う、いいですよ、ミドル、さあ先制、エグマリノス、素晴らしいプレーでしたね。今のゴールシーン、中盤で奪ってからの攻撃いかがでしょうか。いや、チーム全体で非常にうまく攻められましたよね。奪ってからフィニッシュまでの流れ、手本になるような見事なカウンターアタックでしたね。もう今のコース打たれたらキーパーはしょうがないでしょうね。
コースを狙って振り抜いていった感じですよね。気持ちで打ち込んでいったシュートに見えましたね。これはさあ F マリノス先制ゴールを決めました。1対0。得点直後の気の緩みっていうものがありますから、まずこのリスタート後のボール、これをきっちり抑えてリズムを作っていきたいですね。そうですね。裏へ出るか。このクリアボール次へつなげたい。トップで収まればね、シュートまで行けた時でしたけどね。ロングフィードで狙う。行けた。抜けた。ここは通しません。ここはすぐ奪い返します。エフマリノス裏のスペースを狙う。もうこれいいでしょ。シュート。触れた。こぼれた。どうだ。どうだ。フリーだ。シュート。いやこれはわずかに右でした。 F マリノスチャンスを迎えたシーンがありました。いい攻撃でしたけどもね、ちょっとシュートコントロールがうまくいかなかったですよね。キーパーから前線へ、これはつながりません。エウベ今日の試合でアシストを記録しています。パーテを使います。裏へのスルーパス。いいボールだ。このパスが抜ける。いけるか。来た。リードだ。止めた。いやファインセーブでしたね。そうですね、ディフェンダーは完全にキーパーに助けられましたね。これ F マリノスは嵐のようなカウンターなんとかしのぎました。ここで前半が終了しました。45分間戦って1対0。F マリノス先制してハーフを迎えました。試合を進めるにあたってはやっぱり 1-0 でリードしているっていう心の余裕というものがありますよね。ただこれ余裕がね、もしかしたら悪い状況に傾く可能性もありますからね。横浜 F マリノス対横浜 FC、 マリノスがまずは1点先制して後半へと向かいます。さあ後半スタート。 F マリノスとしては気持ちとしては 0-0 のつもりでゲームに入っていった方がいいと思いますけどもね。はい。マウリシオボールを受けてサイドを使います。丁寧に足元を使う。ここでファールがありました。スルーパスを出す。お、これいいでしょ。カット。どうだこのシュート。いやいやナイスセーブ。いやよく止めましたね。ファインプレーでしょうね。ここで見せてくれました。コーナーキックのチャンスになります。ショートですね。どうする。さあ中央へ収まった。フリーだ。トラップから打つまで非常に速いシュートを打ってきました。シュート打つまでのリズムが非常に速いですよね。あのスピードでこれだけ鋭いシュートが打てるっていうのは素晴らしいですよね。横浜がここで選手を変えるようです。さあ横浜 FC2 人の選手を入れ替えます。キーパーから前線へ吉野。ここは読んでいました。見た。大きく縦へ裏を狙っていきます。さあ来たか。いいボール入りますよ。来たか。頭。いやこれはわずかに左でした。横浜 FC 決定的なチャンスを収めることができませんでした。マリノスがメンバーチェンジをします。大きく前線へプレスからボールがこぼれる。この位置でボールを受けます。もうこれいいでしょ。スペースを狙う。これはどうだ。シュート。ーいや北澤さん
これナイスセーブでしたね。いや、あの位置からのシュートですからね、ファインセーブですね。この場面でスーパーセーブです。コーナーキックです。どうだ、ちょっと触る、これを拾いたい木田。さあどうする、木田へ。ここまでご覧になっていかがですか、北澤さん。 F マリノスとしてはリードはシュート、これは枠を捉えていた。木田、ミドルシュートを打っていきました。新井、組み立てる。井上、マウリシオ、細かいパス回し、さあ右へ預けて、これは合いません。さあ共に選手交代があるようです。タッチ終わってもう一度スローイン、この柔らかいパス、このボールはつながりません。大きく縦へと、これはつながりません。両チーム同じタイミングで動いてきます。さあつながるか、ここで引き離せばもう勝負決まったようなものですからね。ふわっと裏を狙う、いけるか、いやんー、このまま終われるかっていうようなね攻撃でしたけどもね。山根、サイドのスペースへ走らせる、おっといいボールですよ。中村、これはファール、注意に終わります。フリーキックのチャンス、ここで追加点のチャンスです。どうだ、直接だ、おー決まった、追加点、エグマリノス、素晴らしいゴールでしたね。決定的なゴールになるのか、直接叩き込んできました。この辺をきっちり決めてくるっていうね、チームにとっても監督にとっても非常に頼りになりますよね。両チームともメンバー交代があるようです。さあ F マリノス、さらに1点を追加し2対0としています。 F マリノスとしては非常に楽になりましたね、はい、精神的なゆとりが出てくると、おのずと視野が広がっていくので、ボールが運びやすくなると思いますね。松原、スルーパス、チェックを受けますが動じません。素晴らしいパス、上げてくる、これはクロスバーよりわずかに上、完全にディフェンスが一歩遅れた形になりました。しかし惜しいシーン、いい状態でシュート打ったんですけどもね、ちょっとシュートコントロールがうまくいかなかったですよね。大きく前線へ、これをカットします。ハット、ここをかわした、裏へ届くか、さあどこに出してくる、いいプレッシャー、縦へのボール、裏のスペースを狙う、裏へ落とした、主審、上を口に加えて、今試合終了です。2対0 F マリノス勝利です。さて北澤さん、ゲームを振り返ってのコメントお願いいたします。 F マリノスとしてはいい勝ち方をしましたよね。自分たちの持ち味を最大限に発揮して、その上で非常に魅力的なサッカーを展開していましたよね。素晴らしかったですね。はい、ありがとうございます。
さあお別れの時間が迫ってまいりました。本日の試合は北澤剛さんを解説にお招きしてお送りいたしました。北澤さん本日ありがとうございました。ありがとうございました。